はい、というわけでね、戻ってきました。慎重に降りてダメだったんで走っております。1、一気に石段を駆け下りる。少しは暗闇に目が慣れていた。どうにか降りきると何かに足を引っ掛けられて転んでしまった。キャー、さっき突き落とした人形の首だった。いや、どうしてこんな目に遭わなきゃいけないの。私は休憩へ駆け出した。膝がズキズキ痛む。転んで怪我をしたようだった。でもそんなことに構っていられない。とにかく戻らなきゃ。休暇はすぐに見えてきた。助けて、誰か。一人の時に襲われたら今度こそ殺される。赤い靴のこの霊なんかじゃない。さっきの影は生温かい息を吐いていたわ。あの影、私を追って後ろから来ていたかしら。影の足音は聞こえていた。夢中だったからわからない。私がこの家に入るのを見られていたらどうしよう。1、開かずの間に行く。2、近くの大広間に駆け込む。1に行こうじゃない。みんないるのはだって開かずの間だもんね。私は開かずの間へと進んだ。そこには誰もいなかった。和子おばさんとよしおの死体が寝かされている。みんなどうしたんだろう。プライムちゃん、急に声をかけられひやりとした。まさみおばさんだわ。みんなはどうしたんですか。プライムちゃん、さっき見たでしょ。まさみおばさんは私も質問には答えず、そんなことを言い出した。え、何のことですか。よしおくんを石段から突き落としたのが誰か見たんでしょ。あの時懐中電灯で照らしていたじゃありませんか。え、その時襖が開き、鉄おじさんが入ってきた。ゆかりちゃんと和弘さんが戻ったよ。今玄関のところにいる。すぐこっちに来るぞ。まさみおばさんは表情をわずかに曇らせた。プライムちゃん、石段のところでゆかりちゃんと和弘さんに会いました。1、会ってない。2、どうして。1、会ってない。あら、そうですの。2人はプライムちゃんたちが心配で様子を見に行ったんですのよ。すれ違いになってしまったんですのね。え、そうだったの。あそこには変な人影がいたのに。2人とも大丈夫だったかしら。プライム戻ってきたの。ゆかり姉さんが襖を開けて入ってきた。よかった、心配してたのよ。お堂で安明さんが倒れてたから。続いて和弘さんも。プライムちゃん、一体何があったんだい。喉が渇く。うまく言えるかわからないけど話すしかない。私はお堂であったことをどうにか伝えた。それはひどい目にあったね。しかし一体誰が、何のために。和弘さんは頭を抱えた。安明さんは。和弘さんは押し黙っている。そんな、やっぱり死。プライムちゃん。よろめいた私を鉄おじさんが支えた。怖い。このままここにいたら、きっと私も殺される。プライムちゃん、ちょっといいかしら。まさみおばさんが耳打ちしてきた。その、向こうの部屋で話しませんこと。いきなりなんだろう。まさみおばさんは返事を待たずに襖まで進んだ。そして目くばせをする。1、ついていく。2、行かない。いや、ついていこうか。1、なんだろう。あ、プライムどこに行くの。すぐに戻ってきますわ。答えたのはまさみおばさんだった。いや、まさみおばさんも怪しいっちゃ怪しいよね。開かずの間を出て廊下を進む。そして小さな部屋に入った。プライムちゃん、さっきの話の続きですけれど、部屋に入るなり、まさみおばさんは振り向いて私の手を握った。見たんでしょ、私たちがよしおくんを石段から突き落としたのを。え？まさみおばさんは美しい瞳を揺らして笑った。だから口止めに行ったのに、まんまと逃げてくれましたわね。その声を合図にしたように、私の背後の襖が開く。誰かが私の口を塞いだ。大きな男の手。ぐっ。声が出せない。まさみおばさんは私の様子を見て顎をしゃくり上げた。苦しいかしら。ねえ、和子おばさんがした赤い靴のこの話ですけれど、プライムちゃんはどう思いまして。1、かわいそう。2、怖い。かわいそう。1、あら、何なんですのその顔は。かわいそうとでも思っているのかしら。嫌ですわ、そんな態度が余計こっちの鼻につくんですわよ。喋ろうとすると口を塞ぐ手の力が強くなる。息が思うようにできない。苦しい。正美おばさんは冷たい瞳で喋り始めた。あなたが死ぬ前に話してあげましょう。赤い靴の女の子は生きていたんですの。もっとはっきり言いましょうか。赤い靴の女の子って私の祖母のことなんですのよ。あなたのおばあちゃんの仕打ちを恨んで、このモーソル家の財産を奪ってやろうと、どうにか親戚に嫁入りしたんですの。かわいそうな人でしたわ。いつも恨み事ばっかりつぶやいて、ばかり言って。嫁に来て少しは生活が楽になったと思ったら、随分姑にいじめられたようですから。そう、どんどん復讐心が煽られていったんですわ。こんな遠縁に嫁いでいながら、モーソル家の財産をいつか奪うんだってずっと思っていたようでした。悲しいことですわよね。そんな生き様を見ていた私は、祖母のようにだけはなるまいと思っていましたの。人の助けになるような生き方をしようと思ったんです。それで看護婦になったんですの。毎日患者さんのことを考えて励みましたわ。でも、時々思っていたんです。人助けなんて言いながら、私は自分の家族すら救えないでいるって。実は最近祖母が亡くなったんですの。死に顔はひどいものでした。苦しがっているような、何かを恨んでいるような顔つきだったんですわ。まだ死にたくないと言っているようでした。胃がんだったんですの。知ってます?ストレスがたまると潰瘍ができたりしますでしょ。そんな出来物ががんの予備段階として注意される場合があるのですわ。その場合、出来物が大きくなってるかどうか、なるかどうか、定期的にチェックする必要があるんですの。祖母の出来物は年々大きくなっていきました。その大きさの分だけ悩んだり、恨んだりしていたんでしょうね。祖母の死後、レントゲン写真を見ました。大きな出来物に蝕まれた写真は、ただただ痛々しいだけでした。それを見て私、決心したんですわ。祖母の無念を晴らしてあげたいって。だからモーソルの家によく出入りしていたわけですけれど、今日、和子おばさんがいきなり祖母の話をするとは思いませんでした。それに祖母の呪いを避けるためにお参りをしていたなんて、祖母に謝るというより、自分の身を守るためにしていたようじゃないですか。許せないことですわ。そしてチャンスだとも思いました。その辺に住む方って結構迷信深いじゃないですか。和子おばさんたちを石段から突き落として、赤い靴の女の子の呪いのせいにするつもりでしたの。あなたに見られなければ、すべてうまくいくはずでしたのに。ねえ、プライムちゃん。こうは思いませんか?祖母はあなたのおばあちゃんとの事件がなければあんな風にならなかったんじゃないかって。1、そうかもしれない。2、おばあちゃんだけが悪いんじゃない。2かな。ちょっと立ち向かっていきたい。そうですわね。でもだからといってあなたのおばあちゃんが全く悪くないとも言えませんわよね。プライムちゃん。邪魔をしないでくださいな。私、モーソルの本家に養女に入るつもりですのよ。和子おばさんやよしおが亡くなった今、この家には跡取りがいないわけですから、他のいとこにその座は渡しませんわ。私、モーソルのおじさんに気に入られていますもの。嫌ですわ。プライムちゃん、すごい目で睨むんですのね。大好きな安明さんまで殺されてしまったから、しょうがなかったんです。あの人があなたをかばうから。お堂であなたがおとなしくしていたら、こんなことにはならなかったんですのよ。そうですわよね、哲夫さん。哲夫さん?すまん、プライムちゃん。私の口を押さえつけていた手がピクリと動いた。聞き慣れた声。あの黒い影は哲夫おじさんだったの?そういえば、家族おばさんが石段から落ちたとき、旧家の庭で真っ先に声をかけてきたのは哲夫おじさんだった。吉尾が落ちたとき、懐中電灯に照らされたの。そして私が襲われた時にも、鉄おじさんは後から客間に入ってきた。すまん、プライムちゃん。自分はまさみちゃんが昔から好きだったんだ。幼なじみだったから、まさみちゃんがどんな苦労をしてきたかも知っている。だから放ってはおけなかったんだよ。鉄おじさんの震えが伝わってくる。私の口を押さえていた手の力が緩んだ。怖くて大きな声が出せない。それでも声や物音を立てれば誰かが気づいてくれるかもしれない。私は襖を蹴飛ばした。やめ!鉄おじさんは慌て出した。おい、どうしたんだ?この声は和弘さん。助かった。和弘さんは襖を勢いよく開けた。鉄を何をしてるんだ。押さえつけられた私を見て和弘さんが鉄おじさんを殴る。何するんですの。まさみおばさんを無視して部屋を飛び出した。和弘さんに連れられ旧家から逃げ出す。とはいえこれからどこに行こう。こっから歩いて行けるところなんて。お堂に行こうか。和弘さんがそんなことを言い出した。え、何この展開。一難沿ってまた一難関が。一行く二、それは嫌。和弘さんだってポットでじゃないですか。怖いじゃないですか。まあ、信用してた鉄おじさんとかまさみおばさんがっていうのがそもそもあるんですけど、まあでも行かないとなんかその根本は解決しないか。一の行くで行きます。そうですよね。近くに屋根があるところってあそこぐらいですよね。私はすぐに承知した。その理由も怪しいな。石段を駆け上がりお堂に入る。そこには安明さんの死体が転がっていた。あ、ごめん。和弘さんが死体を外に出そうとする。1、止める。2、止めない。いや、止めよう。それでバレちゃうかもしんないから。1。待ってください。いいんです。このままで。自然に涙が出る。君は優しいね。プライムちゃんって言ったっけ。はい。あんまり会ったことはなかったよね。まあ俺は君のこと知ってたけど。え？本家に近い子のことくらいわかるさ。和弘さんは私の頭を撫でた。急に気が緩む。やだ、今頃涙が。安明さん、吉尾、和子おばさん。お参りに行く前は元気にしていたのに。吉尾なんかマジックでいたずらまでして。安明さんだってさっきまで一緒に話していたのに。うつむいていると床に落ちた懐中電灯が目に入った。それを拾いスイッチを入れる。お堂の中が照らされ、たくさんのお札が浮かび上がった。1、お札を見る。2、和弘を見る。和弘見よう。怪しいから。怖い。私は思わず和弘さんを見た。懐中電灯あったんだ。和弘さんが近づいてこようとした。何か隠すように右手を背中に回している。懐中電灯を向けるとそこから光が反射した。銀色のナイフの刃。ああ、ごめん、驚いた。このナイフ、安明の胸に刺さっていたんだよ。これを使った黒い影とやらの手がかりがないかと思って調べていたんだ。和弘さんがナイフを持った右手を出した。1、脅かさないで。2、嘘を殺される。2。いや、2でしょう。2でしょう。嘘よ。和弘さん、異様な目つきをしている。このままここにいたら、きっと殺される。わからない。わからないけど、そんな気がしてならない。でもどうしよう。あの人、入り口に立っているわ。どうやって逃げろというの。プライムちゃん、どうしたんだい。和弘さんがゆっくり近づいてきた。そうだわ。このままじっとしていよう。和弘さんが入り口から離れたら、どうにか逃げる。私は懐中電灯を握りしめた。プライムちゃん。和弘さんがあと数歩のところまで近くに来た。入り口からは結構離れている。今だ。閉まった扉に手をかける。あ、開かない。勘がいいな。身の危険を感じたか。でも俺がそんなに間抜けに見えるか。鍵くらいかけるさ。いた。あっけなく腕をつかまれた。そのまま扉に押し付けられる。そこには金具を引っ掛けるだけの鍵がついていた。こんなおもちゃのような鍵でも役に立つもんだな。和弘さんは私の首にナイフを振り下ろした。どうしてわからないまま倒れ込む。和弘さんの肩越しには、たくさんのお札が笑うように揺れていた。いやー、難しいね。いや、でもなんか話がすごい詰まってて面白いんだけど、難しいですね。戻ります。はい。というわけで戻ってきました。結局、お堂に、行くからのルートは結構厳しいんじゃないかなってちょっと思ってて、なんで2のそれは嫌にしています。2。でも他に行けそうなところはないよ。野宿でもするつもりかい。確かにその通りかもしれない。結局私たちはお堂に行くことにじゃ結局そうなるんかい。飛ばします。はい。というわけで、お堂に来たんですけど、これを止めて、死体が中にいたことでナイフが、ね、あったんじゃないかっていう話が、今ちょっとふと出てきたので、話が出てきたというか僕の頭の中でそうなったので、ニナを止めないにしています。何も言えなかった。制止もできない。私は和弘さんが安明さんの死体を運ぼうと聞きながら、ただじっとしていた。和弘さんはすぐに戻ってきた。あ、懐中電灯があるね。スイッチの音。和弘さんが懐中電灯で私を照らした。眩しい。一瞬何かが光った。和弘さんは何かを隠し持っている。入り口に立つ彼の右手に、ちらりと銀色の刃が見た。あれ、一緒だな。ああ、でもどのみちナイフは取られちゃうんですね。まあ、ちょっとこのままガンガン行ってみようか。脅かさないでにしてみましょうか。1、驚かさないでください。もう犯人はいいんです。犯人はまさみおばさんたちだった。明日になったらそれを警察に言わなきゃいけないんだろうか。本当にどうしてこんなことになってしまったんだろう。プライムちゃん、どうして犯人はいいの？和弘さんが私の目の前まで歩いてきた。すみません、話は明日にしてください。明日か。明日なんてないよ。え？和弘さんはいきなりナイフを振りかざした。まさみたちをかばってるつもりか。さっきの話は扉の外から聞かせてもらったよ。でもまさみは甘いよ。あの程度で苦労したなんて言ってちゃあな。和弘さん一体どうしたの？赤い靴の女の子の子供は他にもいたんだよ。それも隠し子がな。プライムちゃん、赤い靴の子がどうしてモーソル家の死の間際まで恨んでいたかわかるかい？嫁ぎたい一心でモーソル家の男との間に子を設けていたんだよ。でも捨てられてしまったんだ。それで子供の身柄を隠してモーソル家の親戚の家に嫁いだのさ。身柄を隠された子供は俺の母親だ。なんてことなの。おばあちゃんが小さい頃に起こした事件がここまで大きくなっていたなんて。母さんは生まれて間もなく実家に預けられた。一度もばあさんと話すことができなかったそうだ。実は俺と一緒にばあさんに会いに行ったことがあったんだがな。他人のふりをされたよ。わかるか？他人のふりだよ。和弘さんに腕をつかまれる。その反動で懐中電灯を落としてしまった。お堂の中が見えづらい。俺もね、このモーソル家の財産を狙っていたのさ。赤い靴の女の子、ばあさんが果たせなかったことを成し遂げてやる。まさかこんなに早くチャンスが巡ってくるとは思わなかったよ。まさみのやつが同じことを企んでいたとはな。俺はまさみたちの犯行を口外しないさ。まさみがモーソル家に養女に入ったら金をせびることにするよ。そのためには、わかるだろ。すべてを知っている君がいるとまずいんだよ。だから口封じをさせてもらうよ。ごめんな。プライムちゃんは悪くないのにな。和弘さんがナイフを振りかざす音がした。1、避ける。2、逃げ出す。どう違うのこれって。まあ全然違うんですけど、避けてみる？避けられる？避けらんないじゃん。避けても無駄だった。私の手にナイフが深々と突き刺された。手ならなんとかなる。手首が切れ、血がドクドクと流れる。手に心臓がついてるみたい。気が遠くなる。大丈夫、大丈夫、なんとかなるって。そうして、どのくらいの時間が経っただろう。あ、私はふと目覚めた。閉じられた扉の隙間から朝日が差し込んでいる。気を失っていたんだわ。あ、朝になった。手首からはまだ少し血が出ていた。和弘、あの男はいない。私が死んだと思って立ち去ったのね。家に帰ろう。それから今までのことを話すわ。警察に行ってやる。私は扉に手をかけた。え？開かない。どうして？そこから何やら人の声がした。このお堂は呪われている。昨日人が三人も死んだんだ。モーソル家のだろ？あそこの。まさみさんって言ったっけな。かわいそうだったな。ずいぶん涙を流して。よし、扉は釘で打ち付けたし、お札も貼った。いいか、村のみんなに言うんだ。ここには二度と近づいちゃならねえってな。そんな。誰か。私は扉を叩いて叫んだ。うわ、中から声がするぞ。呪いだ。近寄るな。せっかく助かったと思ったのに。突然めまいがした。ダメ。もう何も考えられない。私は床に手をついた。扉の向こうで人々が次々と立ち去る気配がしていた。助けてよ。なんで助けてくれ。うわ、声がする呪いだじゃねえよ。そんなことある？今の時代じゃ絶対ありえないよね、さすがにね。怖っ。もう村の人々が怖かったわ、今。もう村かはよくわかんないですけど。はい、戻ります。はい。というわけでね、あまりにもクリアできないんで調べたらすごいね、難解なというか、一つしかルートがないらしくて、正解のルートが。はい。では途中まであってたみたいなんですけど、このお堂の中が照らされたくさんのお札が浮かび上がったと。これ、和弘さんと来た時ですね。さっき怖くて和弘さんを見ちゃったんですけど、これお札を見るを選択するそうです。あそこにあるのは赤い靴の子が書いた札だわ。何気なしに近寄ってみる。赤い靴の子は生きていたのよね。でもこんな騒動を巻き起こしたんじゃ。あれ？このお札、裏に変な模様があるわ。私は懐中テントでよく照らしてみた。模様じゃない。これは名前？そこには女の子の名前が書いてあった。そうか。この札は裏に名前を書くようになっていたんだわ。花。こんな名前だったんだ。私はおばあちゃんの名前が書いてある札を探すことにした。夜は長いもの。一つ一つ懐中電灯を照らしていく。おばあちゃんの名前が書いてある札はなかった。でもその代わりに、花と書かれたお札をもう一枚見つけた。プライムちゃん何してるの？和弘さんが近づいてこようとしたと。ここら辺から一緒になってくるんですね。で、これ、まあ光反射してナイフだぜ、やべえ、怖え、わーってなりまして、胸に刺さったんだよって言って、平然と抜いてんじゃねえよって話なんですけど、ここで驚かさないでを選びますね。はい、驚かさないでください。そうだよ、ここら辺とかね、わかんないよね。ここら辺の流れ一緒なんですけど、今の、札を見たことが非常に重要でした。だったみたいです。はい。まあちょっとこれ明日なんてないよって。ないよ。何振りかざすよ。何言ってんのって。ちょっと、あ、また昔話出るんで飛ばすよって。昔話終わったよって。で、ここなんですけど、さっきと同じで避けるを選びます。逃げ出すダメらしいですね。はい。とっさに手で避ける。ナイフの刃は私が持っていたお札に刺さった。そう、こうなるんですね。さっきお札見ていたことで、持っていたお札にナイフが刺さると。赤い靴の子が書いたお札に。あ、もう一枚のお札を落としてしまった。今度は本気で刺すよ。和弘さんはお札にナイフを強く押し付けてきた。どうしよう。お札を支える手が痛い。1、逃げる。2、助けをこう。3、お札を差し出すと。いうことで、これはお札を差し出します。3。そうだわ。赤い靴の子が書いたお札を使えば時間が稼げるかもしれない。和弘さん見てください。あなたのおばあさんが書いたお札です。お母さんを返してだろ。知ってるよ。違います。お札はもう一枚あったんです。嘘をつくな。本当です。花って名前が書いてあったんですよ。なんだって。赤い靴の子のお札は2枚あった。片方には和弘さんのナイフが刺さっている。もう片方はさっきの乱闘で下に落としてしまった。どうしよう。どっちがもう一枚のお札だかわからない。ナイフが刺さっている方を差し出そうか。でもそれが間違っていたら。もう片方のお札を拾って懐中電灯で見てから渡そうか。でもそんなことしている間に刺されたら。どうしよう。1、手元にあるお札を見せる。2、落ちたお札を確認してから見せる。これは2ですね。落ちたお札を確認してから見せる。ちょっと待ってください。私は下に落ちたお札を拾おうとした。何するつもりだ。和弘さんが凄む。懐中電灯でお札を確かめようと思ったんです。動くな。俺がやる。和弘さんは懐中電灯とお札を拾った。お札が照らされる。子供が書いたたどたどしい字。もう一枚のお札にはこんなことが書かれていた。私の子供は幸せにしてほしい。これは。そうか、わかったわ。赤い靴の女の子がお母さんを返してと書いたとき。私のおばあちゃんがどうしたか。自分のお札には何も書かなかったんだ。というより、赤い靴の女の子にあげたんだわ。その後で書いたお札がきっとこれなのね。ばあさん。和弘さんは床に膝をついた。その方は小刻みに震えている。ばあさんはつくづくダメな女だ。こんなことまで神頼みにするなんて。お札を見つめながらぼそりとつぶやく。でも本当に。こんな風に思ってくれていたのか。和弘さんはしばらく考え込んだ。本当は、分かっていたんだ。ばあさんが何でも人のせいにしたり、神頼みにしていたこと。それじゃダメだって分かっていたんだ。でもばあさんがそんな性格になったのはやっぱり誰かが悪いからだって、そう考えずにはいられなかった。俺も弱いんだ。辛くなると不幸を誰かのせいにしていないと気が済まなかったんだ。和弘さんは意を決したように立ち上がった。ごめんプライムちゃん、俺行くから。どこに？旧家に戻るよ。これまさみたちにも見せてやらなきゃ。ばあさんってこんなこと面と向かっているような人じゃなかったから。和弘さんは私に背を向けた。闇に姿が隠れていく。今だ、後ろから刺せ。今何時なんだろう。空はまだ暗い。月こもり。人の心もこんなものかもしれない。心の底でいろんなことを考えていても、それが全部表面に出るわけじゃない。時には全く相手に伝わらないこともある。まさみおばさんたちはこれからどうするんだろう。安明さん、よしお、和子おばさん。本当に死んでしまったのかしら。とてもじゃないけど現実感が湧かない。さっきまで命を狙われていたのも嘘のよう。明日目覚めたら全てが夢になっていたらいいのに。私は膝を落とし床に手をついた。手が震える。懐中電灯に左手が照らされた。あ、これは吉尾の落書き。それだったんか。それ第三の目みたいになってる吉尾。すねてないよ。なんだよプライム姉は。さっきおじさんにばっかニコニコしちゃってさ。吉尾、ただのいたずらだと思ってたのに。知ってる？お宮参りってもともとは忌み明けのお参りだったんだって。家族おばさんの言った言葉が不意に浮かんできた。意味。簡単に言えば触れてはいけないこと。立ち入ると良くないことが降りかかるって感じかしら。昔はね、出産が忌みとされていたの。どうしてかしらね。おめでたいことじゃない。子供が生まれるのって。家族おばさん最初怖かったけどね。違かったんですね。私は懐中電灯を持って石段を降りることにした。旧家に戻ろう。きっともう大丈夫。和弘さんがまさみおばさんたちをなだめている頃だわ。石段の下にはお参りの人形が転がっていた。本当に子供ってすぐに大きくなるのよね。不思議な感じよ。自分が産んだ子供なのに、自分とは違う心を持って成長していくんだから。石段をゆっくりと後にする。闇の中には私の足音だけが響いていた。終わった。なんか、一番、月こもりの多分、本当に、なんだろう、すべてをここに集めたみたいな話でしたね。すごいしっかりしたお話でした。これが最後にね、読めてすごい嬉しかったです。はい。というわけで、このね、全6週、全部の話が聞き終わりました。ただ、これもですね、このゲームもこれで終わりではなく、隠し要素がまだいくつかあります。6個ぐらい、5、6個あるのかな？ 7 個ぐらいあるのかな？わかんないですけど。なんで、もうちょっと続くので、ぜひね、そっちを見ていただけたらと思うんですけど、ではね、この動画が面白い、怖いと思ってくれた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけで、プライムがしゃべってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。